い、それでは早速お送りしていきましょう。そういえば新年度1回目ですよ、このコーナー。そうですね、キュミコとおはぎのゆらりやんちゃ旅、お送りしていきます。はい、もう久しぶりなので。そうですね、はい、どこ行ったんだっけ。いやー、それも含めて皆さん楽しんでいただければと思います。はい、多分やんちゃしてます。それでは早速どうぞ。駅だね、左行ったらね、駅。ああ、どこ？あったわ、営業中。あ、なんで電話かかる？ちょっとまず取材許可を取ってきます。うわー、綺麗。桜が上にちゃんと焼き込んであるんだ。期間限定のやつですね。4月末まで、はい、めっちゃ湯気が立ってます。出来たてほやほや。もう食べていいですか？いただきます。いただきます。お、はあ、すごいすごい、伸びる。うん、手前だ。あ、うん、こっちもこっちも見てみて、いくよ。このこのほらほら、うん、うわ、めっちゃもちり、うん、うわうわわわわわ。いただきます。これね、おいしい。うん、やわらかい。熱い。いやー、本当にもちもちでした。うん、こちらのお店、四水園雄山さんでは、山の口町のシンボル八五郎丼にちなんで、数年前にやっくんまんじゅうを開発したんだそうです。生地にはもち米が使われていて、もっちりとした食感で上品な甘さでしたよ。さあ、続いては車で5分ほどのところにある八五郎丼の資料館にやってきました。ちょっといきなりお出迎えでした。大きい。これが八五郎丼なんですね。八五郎丼は西暦720年に隼人の乱が起こった時の隼人族の主張であったと言われています。毎年11月3日には1000年を超える歴史を持つ八五郎丼祭りが今でも行われていて、山の口のシンボル的存在となっています。間近で見たらかなり大きかったですよね。明治大正昭和に使用されていた麺。でっかい。大きい。これどっちがでかいんだろう。ねえ、はあ、すごい。こっちがまた、あ、歴史ある。ごめん、あと大丈夫ですか？あの距離感は分かんないし、席は出るし、おばちゃんたちの透明なところ、距離感が。もう自分で見ててもやだやだ、困ったもんですよね。さあ、こちらの資料館、なんと無料で見学できますよ。昔の生活の道具や八五郎丼祭りの写真なども展示されていて、とても勉強になりましたよ。うん、わあ、ほら、おお、白。おお、こっちですかね。すごい、桜と白、かっこいい。すごい。ここ見てる人たち、完全に私たちピクニックに来てる感じに映ってますよね。ええ、ピクニック。北海道ありますね。遠いぞ。行く？ゴー。ゴーゴー。扉が開いとる。開いてる。よし。あ、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 なに？びっくりした。お、頂上に着いた。こちらかつては島津藩の出城、松尾城があった場所で、現在は都の城盆地一帯が見渡せる展望台として整備されています。かなり遠くまで見渡せて、そういい景色でしたね。はい、
うわ、ものすごい開けてる。すごい。おお。いえ。なんかもう危ないよ。せっかくどうぞって言おうと思ったのにこんなちっちゃいのに。じゃん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 。パカ。久しぶりでしょこれ。じゃん。真っ白でしょ。うん。お、すごい。いただきます。うん、おいしい。中のほら、つぶつぶでこう、うん、気泡が入ってる感じ、ふ、うんって。だって頑張ってね、混ぜたもん。いや手で。手出てこう。違う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 。あの、なんだっけあれ。青だった気。いや今回もおやつ、おいしゅうございました。ごちそうさまでした。さあ続いては紫陽花公園から車で20分ほど移動して高千穂町にある観音池公園にやってきましたよ。ここには宮崎県で唯一の観覧車があるんです。こんにちは。よろしくお願いします。すごい久しぶり観覧車乗ります。すごい。なんか、うん、私たちが大きくなったんですかね。いや私も思った。すごい密室なんですけど、ね、でもですよ、これ彼しか乗れたら確かにですよ。この距離を本当に普通に座って。おー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 、間もなくですよ。おおてっぺんや。うわっ今何何何さあ少々おとましますちょっと、ハキちゃんとでしょうがないけど。え？あれちょっと待って、何が？あ、逆光か。全然観覧車感ないけど。ないよ。もう全然観覧車。あ、マーガマーガマーガ来た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 。いや結構計画立ててことを運ばないと。何するんですか。いやいや、じゃあ会話の段取りとかしないと一瞬よ。本当。割と小さめの観覧車なの で。さあ続いてはボート乗り場にやってきました。いろんなねタイプもあったんですけれども、それぞれ好きなボートに乗り込んで対決しちゃいました。対決はい、私はパンだよ。こんな疲れると危ない危ない。いいですか。ここならで。ああすごい。ああちょっと若いスタッフの皆さんに何か助けてもらおうとしてる。ありがとうございました。股関節が。おかしい。新年度もやんちゃですね。はい、思いっきり楽しんでまいりました。はい、盛りだくさんでしたね今回。初めてだよね、れいなちゃんこのコーナー見るのね。どうでした先輩方。いや若くないですか。ね、いや若いから。若い。写真の撮り方も観覧車の中での撮り方もすごい若くて。よかった。一緒です。あよかった。19歳と一緒です。そこ褒められちゃった。
10代に良かったって確認を作ったんです。でも嬉しいです。ちょっと安心しましたね。さあ今回ですね、最初に薬くんまんじゅう言ってたじゃないですか、はい、これね本当にもちもちなんですよ、すごかったですね、あのもち米が使用されているということで、これ紫水園のユーザーさんのこの薬くんまんじゅうなんですけれどもね、あのレギュラー商品として小豆、白あん、芋、ごま塩、抹茶、コーヒー、小豆、6種類あるんですよね、季節のこの桜があったりとか、これ季節限定桜は、あ、そうなんだ、ね、でまたちょうど焼きたてだったんで、そう、ほわほわでね、すごい伸び方でしたもんね、美味しいです、はい、朝6時から営業してますから早っ、ね、やっぱりね人気があって午前中のうちにわーっと買いに来られたりしたので、あの、あっという間になくなる日もあるということで、差し入れとかでも持っていきやすいですね、続いてアジサイ公園でございます、はい、行ったことあります、1回だけちょっと行ったことあって、でもあの展望台とか、そういういろんな場所まで巡れてなかったです私、もうだってアジサイ公園なんで桜がね、そんなにいっぱいあると思わずに行ったら、まあちょうど桜の、ね、季節でこんな風にあのすごいいい景色が見えるんですけれども、アジサイはですね21種2万8000本植えられています、実は名所なんですよ、この城跡が展望台になっているということで、眺めもね、いいですから、はい、デートでも使ってみて、階段ハハ言いながら上がってたんでちょっとそこはね、メンズと行けば手引っ張ってもらえるから、そう、ね、あのつまずくこともないですからね次参ります、圧、ね、はい、がかかった死ぬかな睨んじゃった神池公園、はいはい、こちらも桜の名所ということで、行った時にももうちょっとね、あの間もなく満開ぐらいだったんですが、あのこちらで県内唯一の観覧車があるんですけれども、あれ結構なんかドキドキしましたね、そう久しぶりの観覧車だったのでドキドキしましたね、サイズ感がものすごくいいんですよ、ぴったりくっついて乗れるので、これこそカップルにはおすすめでございます、はい、1人210円というところもいいですよね、はい、それからボートボートね、かなりハッスルしました、ね、股関節やってましたね本当にあの力いっぱい声なんですが、まあ、コーヒーカップとか私が乗ったのがパンダ、キムカさんがコーヒーカップでしたっけ、ね、はい、で手漕ぎのボートなどもありますので、そうなんだ、ボート実は乗ったんですよ、あ、乗ったんだ、あの、オールで漕ぐ、そう手漕ぎのやつ、あれうまくできますハギちゃんに任せたらもうこんなんくるくる回って動かないとかありますよね、もうね、あれがだから男性でうまいことね漕げたらかっこいいと思いますよ ね、男性デートで行く場合手漕ぎに乗るときは練習してから彼女を連れて行ってくださいもうね、好感度悪くなりますよ、ちゃんとできるけど、でもちょっとキャーキャー言いながら乗るのもいいんじゃないですか、あ、それか、なんでもいいんですよなんでもいいのよその他にもですね、はい、ゴーカートとか、あとリフトスライダーなどもありますので、まあ、本当にご家族でもカップルでも例えば一人でも楽しめると思いますので、ぜひ足を運んでください、はい、非常に広いところでした、はい、ぜひ遊びに行ってくださいね、はい、以上キミコとアハギのぐらりやんちゃ旅でした、では CM の後はおいしい話のコーナーです、楽しみー